簡単で短いビデオですけれども、今回はフランス語の読み方の紹介です。前のビデオでアルファベットの練習をさせたと思います。けれども、アルファベットの読み方がわかったとしても、やっぱり日本語の読み方、英語の読み方の後にフランス語の読み方を練習しないといけない。そうです。日本の小学校でアルファベットの勉強をしましたけれども、英語を勉強すると、英語を読むになるとやっぱり難しいですね。発音だけではなくて、 どういうふうに読みますかということは勉強しないといけない。ちなみに勉強した後には練習しないとやっぱり読めないです。ルール分かったとしても何度も練習しないといけない。この今のビデオはこの目的です。このビデオが終わりましたらフランス語の基礎の一番間違えられるところの,あの読み方が分かります。いいですね。では 簡単なあの練習のさせ方だけれどもただ読めばいいですね文字を見せてでその読み方を一緒に2回繰り返しますまず1回全部聞いて聞いた後にもう一度一緒に言っていただきたいと思いますいいですねこれは短い方だけれどもあの僕の登録者にはもっと長いあのバ,ーバージョンがありますけれどもこれで随分あの練習になると思いますですので 勉強してるんであれば、ぜひあの、このビデオを最後まで練習してください。ちなみに、何度も聞くことができるから、そっちの方が勉強になると思います。はい、ちなみに、私は、フランス語です。札幌市またはネットでフランス語を教えています。フランス語に興味がありましたら、ぜひ登録をしてください。はい、それでは始めたいと思います。ぜひ、繰り返してください。あ、う、e、い、お、う。 ba be bi bo bu ka se si ko ku da de di do du fa fe fi fo fu ga je ji go gu a e i o u a e i o U ba, b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 u by k s c co qu d d di do du Fa, f f フフフィ・ォ・ジジ・ゴ・お疲れ様です。これでフランス語の基礎のフランス語の読み方が分かるようになりました。でもやっぱり練習しないとなかなか自然にはならないと思います。 少し早かったらやっぱり無事をやってもらいたいと思います。楽であれば登録して次のビデオを待ってください。それでは、au revoir!